はい、皆さんこんにちは。前回に引き続きですね、標準偏差の計算とその見方ですね、これについてちょっと説明をしていきたいのですが、前回はこのようにあるテストの100人の点数のデータですね、ここから標準偏差を求めてヒストグラムを書くというところまでやってきました。ですね、まあこのように、求め方をやったわけですね。まず平均値を求めましてね、平均値と100人のそれぞれの点数のデータ、それぞれの点数と平均値との差を取って、その差を2乗してやるですか、このような式になりますね。平均値とそれぞれのデータの差を取ってですね、平均値は常にここのセルを見に行きますので、式をコピーしても常にこのセルを見に行く、 C の14というセルを見に行きますので、その C の14セルは絶対参照セルにするためにアルファベットの前後にダラを入れています。絶対参照セルにつきましてはですね、基本的な Excel の操作のビデオで説明してますのでね、よろしいかと思いますが、このように常に同じセルを見に行くときには、式をコピーしても常にここを見に行くためにはですね、アルファベットの前後にダラを入れてやると。で、その差分の2乗ですね、山印の2乗、階乗記号ですね、山印の2乗をして、それを100個分全部計算してですね、それを全部足してデータの数で割ったものが分散であるということですね。これが分散になりますと。はい、これが分散で、分散は2乗したものを全部足してデータ数で割ってますから、それをルートで開けばですね、2乗したものをルートで開けば元に戻しますからね、ルートで開きますと、単位が元に戻るということですね。2乗してますからね、単位を元に戻すためにも2乗をルートで開いてやる必要がありますからね。そうしますとですね、2乗のやり方、SQRT 関数を使いますね。C の27っていうのはまさに分散の値。それを SQRT 関数でルートを開く。または山印の 0.5 乗。ルートっていうのは2分の1乗ですからね。山印の 0.5 乗でも求めることができると。こういうことになりますね。そして平均値はここで計算した 51.0。中央値はメディアンですね。メディアン関数でですね、求めますと、中央値も51ということが前回求まったという形になります。その、このように求めた、データのヒストグラムを書いたものがこちらになります。平均値51、中央値も51。このように分布をしていると。こういうことになりますね。はい。次にですね、今回はですね、もう一つ、いいですか？あるテストの100人の点数のデータ2というものが用意されています。点数のデータ2というものが用意されています。ここからですね、同じように、分散標準偏差を計算してヒストグラムを書いて、ちょっと見てみたいと思いますね。ちょっとやってみましょう。同じようにですね、まず求めるのは平均値。平均値はアベレージ関数を使いましてね、このように100人のデータを計算してやると。そうしますと 47.87 と出ますね。はい。次にそれぞれの100人のそれぞれの点数と平均値との差分を取って、それを2乗する。それを100個分計算して全部足してデータの数で割ってやる。この場合100人ですから100で割ってやると分散が求まるということですね。そうするとですね、その差分、平均値とそれぞれのデータ、それぞれの人の点数のデータとの差を取って2乗するということをやっていきます。AB の35から平均値引きますと。で、ここで絶対参照セルにする必要がありますね。平均値は常に同じ平均値、この C の46を見に行きますから、式をコピーしてもですね、C の46を常に見に行くように、このように、平均値のところは絶対参照するにしてやりまして、階乗記号、山印の2乗ですね、これで、2乗の計算ができるということになります。で、これを10個分ですから、よいしょ、こうですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、これをさらに10列。このようにコピーしてやると。はい。で、これ、小数点付きは、小数第1位までですね、見づらいですから、右クリックの処理の接式設定、
表示形式、数値、小数点、一桁ですね。一桁と。はい、これで、それぞれのデータと平均値との差の2乗が全部計算できたと。そうしますと、分散を計算しますと、分散は、それぞれの値を全部足してあるんですね。それぞれの点数と平均値との差分の2乗、差分の2乗ですね。これを全部足してデータの数で割ってやるということですから、イコール、サム関数で全部足してやればいいですね。サム関数の、カチッとクリックして、左クリックしたまま引っ張って、ここまで。はい。これで足します。で、それを割ることのデータ数、100で割ればいいんですけど、データ数が分かんないときはカウント関数を使うと。分かってるんですけどね、今ね。100で分かってるんですけど、あえてカウント関数を使います。カウント関数で、カチカチと。同じ。範囲を指定しますね。同じ範囲を指定してやります。そうしますと、この範囲の中のデータの数をカウントしてくれますから、全部足してデータの数で割ってやると。はい。分散は 428.3 と出ます。これは2乗したものを全部足してますからね。2乗したものを全部足してますから、その2乗を元に戻すためにルートで開くと。ルートで開けば標準偏差になりますと。標準偏差はルートを開きます。SQRT 関数、または山印の2分の1乗でもいいということをね、お話ししました。ここではまあ SQRT 関数でいいでしょう。これで、分散ですね。分散。今度色変えてみますか。ね。はい。標準偏差も求まったと。こういうことなんですね。はい。で、今度このですね、同じようにヒストグラムをちょっと書いてですね、見たいと思います。で、その意味は何かというとですね、ちょっと確認してほしいんですけど、こちらのデータはですね、平均値が、平均値はですね、47.87、標準偏差 20.7 なんですね。で、前回計算したのはですね、平均値が 51.01、標準偏差 9.7 なんですよ。つまりですね、平均値はだいたい50前後なんですね。平均値 51.01 に対して 47.87、ほぼ 50.2 です、平均値はね。ただ違うのはですね、標準偏差こちら 9.7 に対し、こちらの標準偏差 20.7、約標準偏差が2倍の値になってですね、標準偏差 9.7 に対して、こちらの標準偏差は 20.7、約標準偏差が2倍になってます。平均値は 51.01 と、47.87 ですから、ほぼ50点前後と同じなんですね。ただ標準偏差がこのように、9.7 に対してですね、こちらは 20.7 という、標準偏差の値が2倍になっています。その場合どういうふうになるかということをですね、ちょっとですね、見てみたいと思いますね。ヒストグラムを書きますが、データ区間は先ほどのデータ区間と全くね、同じ5点刻みでいきましょう。そうしますとですね、ちょっとヒストグラムを、書くんですが、データのですね、データ分析のヒストグラムですね。はい。で、これを全部、先ほどのデータは全部消しましてですね。消しましてですね。はい。まず入力範囲なんですが、今度はこちらです。入力範囲としてはですね、こちらの点数データ2という方ですね。点数データ2という方の、点数データ2という方の範囲。これがデータになりますね。で、データ区間に関しては先ほどと同じ5点刻みのデータ区間を使いますから、これでいいでしょう。先ほどと同じデータ区間。で、出力先ですね。出力先は、先ほどの下に出し、こういうことにしましょうかね。下、出力先この辺でいいですかね。はい、それで OK ボタンを押します。そうするとですね、まあこのようにですね、あともう一つグラフがこのここにかけてます。このグラフをちょっとこっち持ってきます。はい、ちょっとですね、これを出すということにしましょう。はい、そうするとどういうことになるかというとですね、このグラフを見比べてほしいんです、今回はね。はい、ですね。
まあ、見やすいようにですね、ちょっと前回のですね、グラフとですね、横並びにして見てみましょう。まあ、ちょっとですね、見てみますとこんな感じなんですね。はい、こんな感じになります。で、これ見ていただくとお分かりの通りですね、平均値はだいたいこれ51に対して 47.48 ぐらいですからですね、平均値はほぼ同じなんですよ。平均値はほぼ同じなんですね。で、何が違うかというとですね、こちらは標準偏差 9.7、 こちらは標準偏差 20.7 ぐらいですかね。標準偏差がですね、9.7 に対して、こちらは 20.7 です。で、標準偏差が違う。で、標準偏差が違うってことは何を意味しているかというとですね、パッと見て分かると思うんですけど、データのばらつきなんですね。データのばらつき。平均値は同じように50点前後なんです。51に対して47。ほぼ同じです、平均値はね。平均値はほぼ同じです。で、中央値もですね、じゃあちょっとこちらのデータ2の中央値もですね、ちょっと計算してみますとですね、中央値ですね。これはメディアンで計算できますから、メディアン関数ですね。メディアン関数で、これを選択しまして、これを閉じて、はい、中央値49。中央値49なんですね。つまりですね、どういうことかっていうとですね、ほぼ同じなんですよ。中央値49、平均47、中央値51、平均51。ほぼですね、平均値、中央値は等しい真ん中にあるわけです。ところがですね、標準偏差が 9.7 のこちらのデータの場合、ばらつきがこの範囲には収まってるわけですね。ところが、こちらは同じほぼ同じ平均値、中央値なんですが、標準偏差が 20.7 になりますと、このようにデータがばらついてます。データがばらついてます。つまりですね、標準偏差っていうのはこのデータのばらつきを表すってことなんですね。標準偏差の値が大きければデータがこのように大きくばらつくと。標準偏差の値が小さければそのばらつきが小さいということなんですね。で、標準偏差は計算の方法から言って、わかりやすく言えばですね、データ一つあたり平均からどの程度離れているかという値と考えてもいいですね。ですから、こちら、標準偏差が 20.7 というのは、平均値からかなり全体データがばらついていると。それより半分程度の標準偏差 9.7 の場合には、ばらつきが小さいと。こういうことを意味していると。こういうことなんですね。つまり、標準偏差というのは、ばらつきの程度を示すもの。標準偏差が大きければデータのばらつきが大きい。標準偏差が小さければデータのばらつきが小さいと。こういうことを意味するわけです。